嘉村健氏は、日本の男子バドミントン選手。佐賀県唐津市出身。右利き。唐津市立長松小学校、唐津市立第一中学校、熊本県立八代東高等学校、早稲田大学スポーツ科学部卒業。砺波運輸バドミントン部所属。2013年から日本代表に選出されている。2016年香港オープンで初のスーパーシリーズ優勝を果たす。小学2年でバドミントンを始め、長松小学校、唐津市立第一中学校では七山モンキーズに所属。早稲田大学では2008年、2010年の2回、インカレでダブルス優勝。大学卒業後は、砺波運輸に入社。2011年、大阪国際で混合ダブルス優勝。マレーシア国際で男子ダブルス優勝。2012年、大阪国際、カナダオープン、スコットランドオープンで男子ダブルス優勝。全日本社会人で男子ダブルス優勝。全日本総合で混合ダブルス優勝。2013年、US オープンで男子ダブルス優勝。2016年、香港オープンで男子ダブルス優勝。2020年、東京オリンピックバドミントン男子ダブルスでは、園田圭吾とダブルスを組み、準々決勝まで進んだが、インドネシアのセティアワン、アッサン組に14から21、21から16、9から21で敗れ4強入りはならなかった。2021年8月、元富山テレビ放送アナウンサーの岡部理香との結婚を、自身の SNS で発表した。ありがとうございます。